I'm going to Kansai. There you go. Right here. It's all set. We have available on the aisle seat, so it will be here, level seat. Do you have any available on window side? まあ、僕席指定してなかったので、まあ、ここでね、空いてるところを選んでもらうって形。14?14?So I have only two choices, 11 or 14? Yes, because it's the full flight today.And、wow. one of the last, it's why not so much available. Take 14, there's no... Okay, you can, right? Sorry. It's okay. It's only 3.5 hours. For your shopping festival. Ooh. I got 50% off. Oh, I forgot to tell you something. My luggage on the bottom lock, it's kind of loose. Yeah.、It doesn't lock.テープでぐるぐる巻きにしてもらおうわ。We are found. You guys are the best. You guys are the best. Thank you. Oh, we will be superstars, yeah. Oh, do I have to do it myself? Yes, of course. All right, let's do this. カギが壊れてるから。チェックの人たちはこうやってテープでやったらいいみたいな。やばくないこれ。 OK So you are superstar now. 今回初めてのチェジュ航空を利用して、日本へ行くんですけども、ちょっとどんな感じかね、レビューも含めて楽しみです。ただもう事前に言われたのが、僕が座る席は窓際だけどシートを倒せないタイプのやつだって言われたけども、まあ言ってもね、たった3時間半なので僕は我慢できるので、ただカメラを撮る人としては、映像を撮る人としては窓際じゃないとダメなんです。こんな満席だとは思ってなかったから、もう本当に今回の関西行きはパンパンらしいです。そして僕のキャリーケースの鍵が今朝ね、僕がパッキングしてる時にバキッて言っちゃってまた今度次旅行行く時はね、新しいケース買わなきゃなと思ってます。旅はトラブル。初めてのチェジュ航空利用で日本へ行きますが、まあ、LCC なのでやっぱり想像通り席はちょっと狭いかなっていう感じですけど、まあ、言ってもね、グアムと日本間なんて所詮3時間半なので全然我慢できる程度です。3時間半なんて寝てればすぐ着くしね。 I'm so excited. I'm going to Japan. グアムはあいにくのお天気です。この飛行機の非常口は前方、中央、後方にございます。여러분의좌석아래에있는구명복은비행기
ングカウンターで満席だって聞いたけど、見て、俺の横誰も人が座ってない。どういうこと？見て、あ、完全に忘れてた、テープを巻いてること。ちょっと接続だけしてもよろしいですか？僕大体どこに行くときもグローバル Wi-Fi をレンタルして行くんですけども、まあ、あのネットで予約するとすごく安くなってますので、皆さんよかったらあのこのグローバル Wi-Fi も参考にしてみてください。ちなみに僕は今回日本と台湾を12日間、滞在して合計金額が6300円ぐらいだったと思います。例えばですけどグアムの空港であの1日10ドルで無制限でレンタルとかしてるんですけども、やっぱそれから比べると12日間で6300円というのはかなり安いと思います。まあ、今回初めてチェジュエアを使ってみた感想なんですけども、料金からすればかなりクオリティはいいと思います。例えばまあこれは動画にはしなかったんですけども、あの僕がトイレに行った時に前の人が使った後にわざわざ僕が入る前に AC の人があのスプレーで匂いを良くしてくれたりとか、ユナイテッドでもそんなことしてもらわなかったんだけども、料金の割には結構いいサービスだなと感じました。でまあ LCC だからもちろんね、あの機内食とかはもちろんついてないけれども、追加料金でまあ機内食は食べれるという感じで、今回このチェジエア直接、予約をして往復で、4万3000円、4万3000円で3時間半、まあ、これだけの距離とクオリティやったら僕は全然おすすめできます。まあ、皆さんももしもあの今後グアムに来るときは、このチェジエア、いいと思います。特に、関西からはなぜか知らないけどどこから行くにも関西経由って安いんですよ。まあ、例えば東京に住んでて、まあ、わざわざ関西まで行くのがめんどくさいって言うんだったらまた話は別だけど、まあ、個人的な意見として関空を利用した方が安いと思います。であと皆さんいろんなアプリがあるんですけども、航空券を買うときって、まあ、僕は結構基本的にあの英語を使えるのであのダイレクトで予約をしたりとかしますが、おすすめアプリスカイスキャナーっていうのがあるんですよ。でいろんな、航空会社からそのね安いものだけを絞ってあの掲載してくれるようなあのサイトなんですけども、そこでね一つ裏技があります。スカイスキャナーで航空券を調べて、そこの航空会社を直接ググって検索して値段を検索すると、実は1000円から2000円ぐらい値段が違ったりします。これは何でかというと中間手数料があのかかったりしてますので、まあ、これもねあの旅の裏技の一つなので、まあ、よかったら皆さんあの参考にしてみてください。
これからねちょっとホテルの方へ移動しようと思いますが、なんと嬉しいことにですね、視聴者さんが直接ご連絡をいただき、今日はね休みということで、普段普通だったら僕電車でね移動したりしますが、なんと今回はわざわざ関西空港までお迎えに来ていただきまして、これからホテルまで、ちょっと車で移動したいと思います。ということで、皆さん今回の動画はですね、チェジュ航空のレビューみたいな感じになりましたが、皆さんの参考になればいいなと思います。ということで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。これからね、日本のブログを更新していきますので、よかったら見てください。インスタグラム、ツイッターもよかったらフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。 Peace out。